白球に取り憑かれた男がいる。その技には周囲も一目置く。アイアンのスペシャリスト、二足のわらじスト、プロゴルファーマモブ。おはようございます。まだ見ぬ究極の技を探し、芝を駆け回る。そして打って打って打ちまくる。青空に響く白球の音と、その男たちの物語。マモプです。皆さんこんにちは。今回はマモプのゴルフ遍歴パート5ですね。前回のパート4で研修会に、まあ、入るまでというところをお話ししたんですけど、今回その研修会というのはですね、どういったものなのか、どんなことをしてたのかっていうのをちょっとご案内していけたらなと思います。でその前回もお話ししました通り、年に1回の入会テストに合格して研修会に入ることができれば、やっとスタート地点ということになります。で研修会っていうのが毎月1回ずつ、まあ、月例会ですね、行われてて、でそれの年間トータル成績順でプロテストに行ける行けないっていうのが決まるっていう形でした。で私がいたゴルフ場が所属するその地域ですねっていうのが、まあ、大体研修会に入ってる研修生っていうのが、まあ、各ゴルフ場から何名かずつ入ってきてて、7、80人ぐらいですかね。で7、80人ぐらいが、研修会に毎月出てくると。まあ、もちろんあの学生上がりですぐ入ってきてる日大卒業の人とかもいましたし、高校からずっとやって中学からやってきてる人とかもいました。なのでいろんなタイプの人たちが所属してましたね。でその研修会は、各ゴルフ場、当時あの結構ゴルフ場って週に1回ぐらい休みがあったんで、そのゴルフ場の休場日にですね、まあ、セルフプレーですね、キャディバッグ担いでセルフプレーで回って成績を積み上げていくという形でした。テストにはですね、1年間通して研修会で上位だいたい10人ぐらいですかね、10人ぐらいが研修会からプロテストに行く形でしたね。まあでもその10人ぐらいがプロテスト、1年に1回のプロテストに行っても、毎年1人受かるか受かんないかみたいな、そういうところでしたね。当時いた時の研修会に入ってた時の、研修生で研修会にいた人たちの、まあ、何人かは今でもトーナメントプロとしてやってる人もいます。まあもちろんあのレッスンプロになってる人もいますし、もうゴルフはやめてしまった人も結構います。まあ、やめてしまった人の方が多いですかね。だいたい研修会のその1年間で、10位ぐらい、そうですね、だいたい当時だと5オーバーぐらいですかね。だから1オーバー平均以下ぐらい、まあ5オーバーだとまあ 0.5 オーバーですけど、1ラウンドにあったり、そのぐらいで回っている人たちがテストに行く感じでしたね。でテストに行けるようになるにはどうしたらいいのかみたいなところはすごく悩みだったんですけど、まあ、研修会私入った時っていうのが、研修生になって2年目ぐらい、まあ、19、20歳の年なのかな、でしたね、に入りました。で研修会に入って来た頃は、まあ、本当ペーペーですよね。まあ、研修生としての年数も少ないですし、年齢もかなり
下というか、まあ、ほぼ一番下ですかね、同級生が何人かいたかなぐらいだったと思いますね。まあ、幸いなことにというか、まあ、私がいたゴルフ場の、研修生の先輩が結構ベテランな人もいましたし、実力者の人もいたので、比較的こうどの組み合わせになってもよくしてくれる人はいっぱいいました。はい。まあ、研修会って年に1回、まあ、その毎月1回ですけど、年に1回しかテストに、行く人が年に10人しかテストに行く人がいませんから、やはり、まあ、内心どんな手を使ってでもテストには行きたいと、なんとかテストに行って4日間やればテストは受かるんじゃないか、プロテスト合格できるんじゃないかっていう人たちばっかりでした。なので結構ピリピリしてましたし、ギラギラしてましたし、そんなにこう緩くできる状況ではなかったなっていうふうに今思います。まあ、こんなこと言っちゃなんですけど、その何とかして、なんで何をしてでもいいスコアを出すんだっていう気持ちが悪い方向に向いてる人も正直いました。私が入会テストを受ける時にも、今日スコアみんな75ぐらいでいいよねみたいなことを言った先輩いました。まあ、もちろんそんな話には乗っかる人はいませんでしたけど、まあ、そのぐらいしてでもなんとかしたいっていうふうに、まあ、間違ってますけどね、思う人もいたのは事実です。まあ、研修生の頃はそうですね、その頃はやはりスコアをとにかく出していかなきゃいけないっていうのを考えてましたんで、 OB を打たないようにしようとか、もう打たないようにしようっていうか、打たないためにはどうするかっていうのはすごく気にしてましたね。なので1年間研修会1年通して1個も OB 打たない年もありました。当時はドライバーも結構自信があったので曲げない自信もありましたし、まあ、曲げない自信っていうか、曲げても、自分の思ったところに飛ばしていくこう意識が結構強かった、まあ、そのイメージが強かったんで、 OB に行くことっていうのはほとんどなかったですね。自分の所属のゴルフ場では結構ボールは結構返上してましたけど、はい、研修会になると頑張ってました。まあ、でもそれでもそうそうたるメンバーの中、研修生とはいえそうそうたるメンバーの中、まあ一番良かった成績の時で15番目ぐらいだったんですよ。なのでなかなかうまくいかないなっていうところは正直な話でした。だから20歳ぐらいで研修会に入って、そこから、5、6年ですねは研修会に入っているものの、スコアがなかなか、スコアがっていうか、まあ上位のそのテストに行ける人数に入れず、お前うまいのになって先輩に言われながらテストに行けないっていう、そういう状況でしたね。なのでまあこればっかりはね、何とも言えないんですけどね、その中でこう死に物狂いで何とかしてやろうっていう感じで研修会をクリアする、それしか考えてなかったですね。なのでこうテストを通ってやるとか、なんかそういうところよりも、実際はその成績スコアを何とかしようっていうところばっかりで、まあやっぱりちょっとそこはなんていうんですかね、こう
考え方がまだまだ甘かったかなっていう気がしないでもないですけどね。やっぱり、まあ、もうちょっとこう違うことを違う考え方でやってたらもっとこう違った状況もあったのかなっていうふうには思います。まあそんな研修生時代でしたね。はい。まあ研修生の時っていうのはそんなところですかね。まあテストっていうのがなかなか受けれなくて、どんなことしてもなかなかダメでしたね。はい。あ、ちなみにその当時ですけど、その頃っていうのは、使ってたクラブは、もうあのパーシモンからメタルに変わって、そうですね、まあ、最初の研修生の最初の頃は、メタルで、だんだんジャンボさんがあのツアーバーナー、テーラーメイドのツアーバーナーをアメリカから持ってきて、チタン、メタルからチタンに変わったりとか、なんかそういう時代でした。そんな研修生のテストを受けるまでのところですかね。でこれが今後ですね、それからテストなかなか行けずに、どうしようかな、これじゃいけない、どうにかしないとっていう思いから、現在の師匠である人と出会うことになるわけですね。でその出会いがこれからのゴルフ人生とかゴルフの生活ですね、ものすごく一変させてしまうことになります。私の考え方も 真逆というか真反対になるような状況にもなります。そんな、話は次回に取っておきたいと思います。それでは皆さん、今回もありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。マモブでした。さようなら。